はいドラマーの倉橋です今日はちょっと質問をいただいたので、えー、とそれに少しお答えしていろんな話をしていきたいと思います。えー、とこういった質問ですね。えー、あらこれじゃない。あなんだこれ。<laughs> よっ。ですね。えっ、ー、と、赤黒のパッドのメーカー、ね、おすすめのスティックに関して。 紹介していただけるといいですっていうねことですね。そうです、赤黒のパッドね。練習パッドなんですけど、いろんなの出てますよね。まあなんですけど、まあ正直言って、どれでもいいです。<laughs> あんまり関係ないです。うん。まあ僕もいっぱい持ってますけど、例えば赤黒のパッドっていうところですね。これですね。えっ、ー、と。 これバーターっていうのかなベータっていうのかなよくわかんないですけどこういうやつですねこっちの方が大きく見えるかね結構このメーカーは高いです結構しますねこれそういえばねさっき調べたちょっと一っときよりもこれですね一っときよりもねちょっと高くなってるんですよ 動かなくなくっちゃったああ、来てましたね。ベータっていうんですね、これね。まあ、こう、ちょっと高いですよね。7000いくらでしょ、これ。僕買った時にそれ、そんなに下かなまあ、ちょっと高かったイメージあります。これ、もう一個持ってるんですけど、このね、黄色いやつ。これ何が違うかっていうと、硬さが違うんですね。で、その硬さが違うのが、音も違うでしょ。音もわかんないかな。 ちょっと強めに叩くよねこれねこ黒いのが硬いんです。硬くてこっちは、まあ、ちょっと柔らかい面で。それがねえー、と同じ面にこうついてるのがこの赤黒のパートですね。だから音がちょっと違うんですね。ね、まあそういうことができると。あとはその跳ね返りの調節ですね。 まあどっちにしろ跳ね返よく跳ね返ってくるんであんまりなんですけどね。うんで。こういうのです。で、裏側はね、あのー、全然あのー、叩くところじゃないっていうことです。で、こっちの黄色い方は、この黄色い方が柔らかい感じ。で、裏を返すと黒になってて、こっちは硬い。で、そういうふうになってるやつです。ねで、まあ、これはね、えっ、ー、と。 ここに12って書いててありますすねこれがあの大きさですこれ12って言うとこれインチで書いてあるのでこれと同じです大きさ3 0ンチぐらい3かける感じですね3 3ぐらい、ね、だから小さいやつはやっぱり、あのー、安くなりますよねええー、と7インチとか6インチとかそういったものがありますねこういった安いやつこれはエヴァンスのやつですけど結構みんなが使ってるようなやつですけどこういうのはすごい安いですね これは1000円いくらじゃないですかね。えっ、ー、と、出てこないけど、まあ。よいしょ。あ、これみたいなやつ。ねこれはでもでかいですね。12だから。これと同じ大きさ。 それででも 3, 円いくら半額ですよね,ねまあ裏面両面にこうあるタイプと片面にしかないタイプでこうスタンドにね付けれるタイプネジになってるんですねこう,こういうのとかそういうのがありますでスネアに上に置くんだったら何でもいいんですけどテーブルの上とかねこういうテーブルの上とかそういうのを置くのはあんまり大きいと 置けなかったりしますよねだからちっちゃい方が良かったりね,ねそういうような感じですねまあ正直言ってパッドは何でも大丈夫ですで一つねあのー、覚えておくのがいいのが例えばちょっと用意してなかったけど下にあった落ちちゃった例えばねこう叩いて,てこの音もうるさいよってだからこうよく こういうういいのたり、ね、すると思うんですよでもう1個覚えてほしいっていうのはこれねあの硬、ー、いとか柔らかいとかありますよ、ね、これね下に引くんですよ下に弾くとリバウンドの感じが変わるんですねそうだ下に引くっていうのをあの試してみてください、ね、上にこう引いてもまあいいんですけど音はこうなくなるんですけどリバウンドを変えるこの硬いとか柔らかいとか そういうのを変えるんだったら、この下に引いてあげるっていうのね。試してみるといいと思います。まあ、練習パッドはこんなもんですね。まあそんなに高いもんいらないと思います。で、今度はスティックですね。スティックに関して僕はね。スティックが使ってるのは2種類だいたい使ってます。1個目はね。これです。こっちか。ね、えっと玉です。玉のね。m ジャズってやつです。 で僕はメープルのスティックが好きなのでメープルを使ってます。これ何によってどうやって違うのかというとまあ音なんですけどメープルの場合は柔らかい音がします。あのー、そんなハードヒッターと柔らかいので材質がハードヒッターみたいなバカバカバカって叩くと折れます。<laughs> まあねどんなんでも折れるんだけどでそうメープルはねあのー、表現がいろいろつけやすいこれ個人差がありますけどね。 いろいろな表現がこう出しやすい感じですね。柔らかい音が出しやすい感じです。あとはね、本当にあに大きさとか、チップの形とか、そういうのも、これも実はあの人の好みですね。材質も。うんまあ、僕はあの柔らかい音が出したいので、メープルをよく使ってます、ね。これもね、メープルです。これはビッグファースのね。よく使ってる人いますね、これを。 多いですよ、ね、えっ、ー、と SD2 ボレロですねこれもメープルだと思いますそうこれもメープルだと思いますねえー、とーまあ好みでいいんですけど例えばねその叩いてる部屋とかねその会場とかそういうところのあの音響によってやっぱ響きが違うんで使い分けてたりしますでこれ何がね 両極端ですよねこれ太さねねこれね太いから細かい音が出ないとか小さいから細かい音が出るとかそういうことじゃないんですよね。なんですけどよく違うのはねこっちのね太い方はねやっぱり音が太いんですよ。これあの例えばフロアでやると こうふっ、二つね。で細い方。ちょっと太さが違うのわかります。例えばハイハードだとわかりやすいですね。これ細い方ね。うち。たたき方は同じです。なんですけど、じゃ、ちょっと太いでしょう。ね。 そういうい太い音豊かな音が結構しやすい出しやすいんですねあとはねこうシンバルレガートなんかよく気にすると思うんですよこれね同じスティックでもね音は違います例えばねこれ同じスティックでしょね違ってきますこれこっちもね 同じ,音あのね、同じスティックでも違ってきます。これはね、いろいろあるんですけど、チップがね、結構、摩耗してくるんですよ。新しいスティックあるかなちょっと待ってくださいね。よっ。新しいのはないかなああ、こっちも使えない。<laughs> 新しいスティック、今、ここにはないですね、倉庫には。これもねあの、新しいスティックと比べると、もう、運転の差でのチップがこう、もうすり減ってます。ね、えー、と潰れてる感じです。まあ、よく欠けてるのもありますけど、結構欠けてるとす、あの、なんていうんですか、さびれた音とかになったりします。ね、やっぱり粒立ちはあの、ここがもっともっと。 あるね買った新品のやつの方が粒立ちは出ますまあねそういうことでこう摩耗してきて音も変化しますねあとはね本当にあんまり長く使いすぎてると何ていうんですかねスティックが湿ってくるのかなちょっとあれなんで、ね 公用とにもねちょっと影響してきますね。なのでまあそうですね。まあ一年一年以上使ってから僕は <laughs> 本当にあの折れることはないんでね。もうこれなんかもう二三年使ってんじゃないですか。二年ぐらい使ってんのかな、ね。まあでもあのここ用でこう置いてあるだけであの外に演奏するときはあの他のやつ使ってますけどね。 まあこんな感じです。もうあのー、スティックもね、あのー、なんか細かく言う人は細かく言うんですよ、こだわる人は。僕は全然こだわってないっていうか、こだわってるのかどうなのかもよくわかんない感じですね。まあスティックもこんな感じ、いろんなの試してください。ね、まあメイプルはあんまり数少ないですよね。あんまり使ってる人、ロックの人は使わないと思うんで折れちゃうんでね。まあこんな感じですねブラシもね。 僕はあのビッグファーストのもうこれもう書いてないけどね H なんちゃら,なんちゃら紫のやつねでこれもえっとねこう鉄ワイヤーですか鉄錆びるとねやっぱりね音がちょっと鈍くなりますなのでまあこっちもねあの消耗品ですからまあ半年半年まあ 僕が毎日使っている感じでも半年ぐらいに買える感じかな。うん、まあ、まだ使えるんですけどね。こんな感じでしょうか。あとはね、ちょっと思いついたのをちょっと紹介しようかなと思ってます。あ,あとね、最近ね、そう練習パッド、これ買った。最近買った。これ、タマの練習パッドですね。最近出た練習パッド。どんなもんだろうと思って買ってみたんですけどね。まあ いいものなんです。しょうけどね。これも安いと思います。あのスタンドも付いてるしね。これはねスタンドも付いて。8000円ぐらいじゃないかな、ね？こういうのもあります。これもねちゃんと裏側があのゴムになってるので、こういうところにね。置いてね。練習するのもすごくいいです。ね、こういうのは！ あとはそうですね、まあいろいろありますよねメトロノームとかねメトロノームもね、あのー、今携帯電話いっぱいあるのでああいうのでいいと思います、ね、あのー、アプリとかでねやってるのがいいと思いますよいしょじゃああとはおまけこれはねあの別にドラマーだからってわけじゃないんですよ これはね、えっ、ー、と、パイロット。万年筆じゃんですね。譜面用の万年筆です。カリグラフィーっていうんですかね、これのね。パイロットのカスタム、いくつだったっけ ?35?742? 一番みんな使ってるやつじゃないかな。ね、ちょっとペン先が変わってるでしょ。わかんないか。 わかんねんか普通はね真ん中に穴が開いててねペン先がこう尖ってるんですけどこれがねペン先がねこうこうなってるんですよ。ちょっとね平らなところがあるんですね。なのでねこう横にこうこっちかこれで映ってるわかるかな横に引くと細く縦に引くと太く書けない。です。 だからこう、給付とか書くとね、それっぽく書けるわけ。全然見えないか。ね、給付ね。まあそういうペンです。ね、こういうのをね、まあいいんですけど、実はこういうのもいいんですけど、今、普通にあのコピー用紙とか、ああいうのに書きますよね。字とかね、譜面とかメモールの。あれにはやっぱ向いてないんです。 あれねねね紙がねボールペン用になってるんですよ、ね、あのインクこれインクなんですけどみんなねあの譜面書くときに使ってるミステリーブラックっていうモン,、えー、とモンブランのミステリーブラックってやつですけどこういうインクだと吸わないんですよあのボールペンでみんな書くからボールペンのボールがこう滑りやすくね今こう表面が加工されてんですよ。 だからね、こういうのね、あのー、買ってもそういう紙を使うようであればあんまり意味がないんですよね。まあこれはね、あの追いかき用のあれだから、ちゃんとしたあの譜面の紙とか、ああいうので書くんだったらちゃんとインクがし染みてくれるんで吸収してくれるんでいいんですけど、ね。やっぱ今はね、こういうボールペンがやっぱ主流ですよね。ねでこういうね、いいボールペンだとね、 書き心地がぬるっとしてんですよ、ね、だからボールペンもねちょっといいやつ買うといいかもしれない、ね、でいやいつも鉛筆だよとかシャープペンだよっていう人はこういうねこれまでどやこのだったかなトンボなんてことはないんですけど普通ほらシャープペン 0.5mm じゃないですかあれちょっと細すぎるんですよこれ0.9かなだから音符を書きやすい まあ見えないかね書きやすいんですよ、ね、そういうのもちょっといいかなとメモ帳にするにはねあのー、まあやっぱりあのー、シャープペンシルとかそういうのがいいと思うんですけど0 9ミ、mm、リとか使ってあげると非常にいいですあとはねこういうのがあるんですよよこれねここに穴が開いてるんですよ、ね、でこれがね こういうふういふにね例えばこうしてでこれがね動くようになってこれ何かっていうとおいいかこれはボールペンでやったらいいですねこうやって紙に置いてでこれが動くようになってるのでそう五線譜歩を描くんですこれあそっかこれじゃこれじゃ書けないんだ よいしょあの普通のボールペンだったら書けますから大丈夫ですけどこうねよいしょこうするとね五千0歩が書けるという全然見えないかな光っちゃって見えないかもねあうこうこれだったら見えるか。 こうやって5,000円符が,がこうかけるとそういう定規ですねこういうのねあのー、ボールペンで先がね5つついててビーッと引くと一気に引けるっていうのもあるんですけどあれね僕も思ってたんですけどインクがすぐなくなっちゃうんですよちっちゃいしあんま使えないですねあれねこっちの方がいいですこんなの安いですからねまあこんな感じですかね まあいろいろあの僕もいろいろ <laughs> いろんなものを買ってるんであのー、ね少しずつねこういうのご紹介する、ね、のもやっていこうかと思います。まあ今日はでもこんな感じ。ね、あ,あともう一つ。皆さんあの練習パッドで練習するときにあのー、音もちょっと気にしてあげてください。 これ今音はあんまり取れてないですけど多分あのね強く叩きすぎるとね音が歪むんですよでもあのちゃんとあの柔らかくたたいてあげるとやっぱりパッドでもすごく柔らかい音をしますねそういうのも気にしてあげるといいです音が歪んでるっていうのはあの力が入れすぎだと、ね、いうふうな目安にすると タッチが少し良くなってくると思いますはいまた20分くらっちゃった <laughs> まあ今日はじゃあこんなもんですそうですねあと大丈夫かなもうペダルとかもねいっぱい買ってるんでまあたまにこういうのもあげたいと思いますはい今日はここまでですありがとうございました質問答えられたかな <laughs> ドラブ教室やってます、えー、と無料体験レッスンなど説明欄の方にリンク貼っておきます。あともしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。